はい、ねずれ音訳の菊池修司です。はい、そうですね、もういい印象しかありません。真面目で時間にもしっかりしていて、自分とはかけ離れた方々がなんか綺麗に働いてるなっていう感じが印象的にあります。はい、楽しく仕事をする秘訣はやはり、嫌なことからちょっと逃げるっていうことが大事なのかなと思います。楽しいことには全力投球をしつつ、大変なことだったりはちょっと逃げつつ、こう適度に向き合うってことが長く楽しく仕事をやれる秘訣なのかなと思います。はい、今作で、初めて、キャストとして入らせていただくんですけども、1作目2作目を超える作品になるよう、僕自身も精一杯頑張りたいなと思いますし、劇場でいろんなね、笑いあり、たくさんの声を轟かせたいなと思っておりますので、ぜひ劇場の方お待ちしております。